こんにちは、藤原です。今回は前回大好評だったビュッフェ参戦のご紹介です。ソファー席もある広々とした開放的な会場のラグジュアリービュッフェまで厳選した3箇所をご紹介させていただきます。知っておいて損はないと思いますので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思っているんですが、最近ねビュッフェ特集月に1回ぐらいはやらせていただいてるんですけども、まあやはりねこう月に1回ぐらいこういう贅沢なランチだったりとか贅沢な場所に行くのもすごくおすすめなので、ぜひねこのプラン皆さん参考にしてみてください。ではね早速1つ目の場所に向かいます。銀座駅から徒歩4分の場所にあるハイアットセントリック銀座東京の並木667で食べることができる週末限定ビュッフェを食べに来ました。営業時間は11時半から15時で、ドリンクのラストオーダーが14時半となっております。混雑時には2時間の時間制限がありますのでご注意ください。お店のねオープン時間の11時半にね席に案内していただきまして、すでにね数組のお客さんがいる状態でした。座席数がかなりあるのでかなり開放感があって、よくあるビュッフェの人でごった返ししているような雰囲気ではないので、こうすごくビュッフェも取りやすく過ごしやすいと思います。お客さんの層としては比較的女性の方が多い印象でしたが、デートでの利用や家族と利用している方も多かったので、シックで大人雰囲気が魅力的な、まあカジュアルで利用できるホテルビュッフェかなと思います。内装の特徴としてはモダンな洗練された内装が特徴的で、1階のエントランスを抜けエレベーターで2階に上がるとビュッフェ会場があります。こちらのホテルは銀座の歴史が詰まっていて、ホテルの、あちこちにですね、アートがすごくたくさんありますね。ビュッフェの利用もですねホテルのコンセプトや雰囲気をしっかり味わえる空間が広がっているので、そういう楽しみ方ができることもポイントかなと思っております。ここはどういう人におすすめなのかと言いますと、まあ、ちょっと奮発した大人ランチにおしゃれして出かけたいなっていう人だったりとか、また素敵な空間でね質のいい料理を思う存分いただきたいときにおすすめかなと思ってます。今回ねいただいたのはウィークエンドランチビュッフェいただきまして、価格は大人5500円、税込み6050円のもので、サービス料がプラス 15% ありますね。野菜や前菜の種類もかなり豊富です。混雑時以外であれば時間制限はないので、まあ、90分制などのねビュッフェに比べるとかなり余裕を持ってゆっくりビュッフェを取れるのも嬉しいポイントかなと思います。正直ねビュッフェを取って帰ってきたら残り60分なんてことも全然あるので、ここはね自分的にはかなりありがたいポイントです。でメインビュッフェはシェフが目の前で焼き上げてくれるお肉がありまして、七輪が用意されているので、まあ、ロースだったり貝の実が食べることができます。またね釜で焼く焼きたてのピザだったりとかラム肉とかお魚などもね、目の前で取り分けてもらえるので、見ても楽しくて食べても楽しい盛りだくさんなビュッフェです。またミニパスタやミニハンバーガーなどもいただけるので、何を食べるのか本当に迷うと思います。パスタは季節の野菜を使ったパスタや海鮮パスタなどもあって、実際に目の前で作ってもらえます。これがね本当に嬉しいし本当美味しいのでおすすめです。デザートはですねデザートの種類も、また豊富でして、全部取ったらお皿に乗り切らないよねってぐらいデザートもあります。またビュッフェ自体もかなりの種類があるので、デザートもしっかり食べたいって場合は食べる量を調整してデザートの分も余裕を持っておくか、途中でデザートを挟むなどしないと結構お腹いっぱいになるかなと思います。デザートはねフルーツはもちろんチョコケーキやシュークリーム、ティラミス、タルト、クッキーなどね本当に濃厚で美味しいデザートがたくさんあるので、ぜひ食べてみてもらいたいなと思っております。ドリンクは5種類ほどで、アップルジュースやオレンジジュース、コーヒー、紅茶など自分で自由に取ることができます。ブランドコンセプトは情報の中心だったり街の中心をコンセプトにしていまして、街を探索しその街の魅力を最大限に楽しんでもらうことをホテルが応援する情報の発信源、旅の出発地点という位置づけなので、ライフスタイルに寄り添うホテルとなっております。ホテル内は日本の歴史、そして銀座の歴史を感じられ、シックでモダンな内装は、居心地が本当に良くてリラックスできる空間が広がっております。並木667の階段を上がると3階にはフロントがありまして、フロントもくつろげる場所になっているので、ビュッフェをいただく前の待ち合わせとかにも最適ですし、ちょっとした PC 仕事などもね可能なコンセント付きのデスクもあるので使い勝手がすごくいいです。本当にねバランスもいいですし、お値段はね少しするかもしれませんが、お値段以上のクオリティをね楽しむことができるので、皆さんぜひ行ってみてもらいたいなと思っております。はい、では次の場所ですね。品川駅から徒歩5分か7分ほど
ほどのグランドプリンスホテル新高輪にある朝食ビュッフェをご紹介します。朝の6時半から10時までやっておりまして、この日は品川周辺で用事があったので、気になっていたグランスプリンスホテルに行きました。到着したのは朝の8時頃で、宿泊はしていないのですが、宿泊なしでも前払いでビュッフェの利用が可能となっております。朝食ビュッフェのお値段は3700円プラスサービス料となっておりまして、4180円ぐらいで豪華な朝食ビュッフェを堪能することができます。こちらのレストランのコンセプトはコース料理のように楽しめるをコンセプトにしておりまして、3つの小キッチンから出来たての料理を楽しむことができます。内装の特徴としてはモダンで大人らしい印象でありながら、大きい窓があるので日の光がしっかりと入って明るい印象を受けます。ビュッフェの時の、座席数は124席とかなりね数が入るレストランとなっておりますので、窓際の席は埋まりがちなので、早めだったりとか、またはねすごいこう遅めの時間に行くとお好みの席に座ることができるかなと思います。平日に行ったんですが満席ではない状態だったので、かなりリラックスしてゆっくりと楽しむことができました。お客さんの層としては大半がビジネス利用で、またはお一人様利用というイメージで、出張で宿泊してその流れで朝食ビュッフェを食べている人が多いっていう印象です。また年齢層は高めで、40代以上の方の利用者がすごい多かったかなっていう印象でして、あと家族利用も見受けられましたね。ではビュッフェ台の説明させていただきたいなと思うんですけども、まず入り口付近にパンコーナーとソーセージ、スクランブルエッグなどのねザ朝食ビュッフェが並んでいます。ソーセージは3種類ほどあるので、あまり欲張りすぎるとそれだけでお腹いっぱいになるかなと思っております。で次にですね、シェフのオムレツがありまして、朝食ビュッフェにはね欠かせないですよね。シェフが目の前で作ってくれるオムレツももちろんありまして、出来たてなのでね熱々で美味しいです。こちらはね3種類のソースがあるので全部かけて贅沢にいただけます。真ん中のあたりに野菜前菜ゾーンがありますので、サラダを食べたい人はそちらから取るのもいいかもしれません。サーモンやカプレーゼ、パンのグラタンなどね前菜も盛りだくさんでとても美味しいです。他にもねオリジナルのカレーがあったりとか、自分でアレンジしてお茶漬けを作れたりもするので、和食から洋食まで自分が食べたいスタイルに合わせた自分だけの朝食を食べれちゃうので、これもね朝食ビュッフェならではだなと思っております。お魚や煮物、グラまで用意されていて、お粥やお味噌汁もあったんですが、今回は洋食のね気分だったので洋食のスタイルに合わせて食事をとっていきました。次来る機会があったらね和食のものもねとって食べたいなと思っております。デザートは果物がね数種類とシリアルもあったので、外国人のお客さんでも楽しめるかなと思っております。一気にねいろんな種類のフルーツが食べれるので、酸味のあるものから甘いものまで揃っていて、フレッシュさを感じられる朝食にぴったりなラインナップでした。では次の場所に向かいます。ランチタイムでねお伺いさせていただきまして、水天宮前駅直結の場所にあります。ランチビュッフェは11時半からスタートしておりまして、90分制になっております。今回は平日の11時半に予約して伺ったんですが、満席ではないものの8割今日は埋まっていたかなと思います。内装の特徴としては店内は広々としておりまして、天井まである大きな窓ガラスがすぐ目に入ります。その奥にはね庭が広がっており、開放感のある雰囲気がね魅力的なレストランとなっております。窓の外に広がる滝を眺めながらゆっくりと食事を楽しむことができます。席はね様々なシチュエーションに合わせた席が用意されておりまして、グループで利用できるような広いテーブル席や、一人でも利用しやすい窓際の席とか、ゆっくり食事ができるねソファー席など全部で54席あります。今回は一人で行ったので景色もよく見えるテーブル席に案内していただきました。席同士も間隔が結構空いているので、一人で行く時でも二人で行く時でも結構嬉しいポイントかなと思います。ここはねどういう人におすすめなのかと言いますと、今回は平日限定のランチビュッフェをね予約していったんですけど、タイムセールで2320円から利用することができて、ホテルのランチビュッフェでこのお値段はなかなかないなと思うので、結構ビュッフェ行きたいけどお金がなかなかっていう人は、非常におすすめかなと思っております。内容なんですけども、料理はシェフが目の前で調理してくれるスタイルもありますし、全部でおよそ30種類もの料理がずらりと並んでおります。品数はそんなに多くはないので、みんなね一度は考えたことあるであろう夢のビュッフェ全制覇もありえます。中ではねパワーサラダをはじめ、サラダの品数が多いということもあって女性にも人気があるようです。トッピングもナッツ系やベリー系なども取り揃えておりまして、何回でもおかわりしたくなってしまうかなと思います。音声料理はカレーライスやカニのピラフなどのねがっつり系の食事系が楽しめるはもちろんのこと、よもぎのフリットとか牛肉と豆腐の醤油鍋だとか
だとかね、体にも優しいお料理が多いのが嬉しいかなと思います。デザートはロールケーキやショートケーキとかモンブランなどなどね、ケーキもいくつか種類があるのですが、他にも自分で作ることができるソフトクリームやぜんざいとかフルーツゼリーとかクッキーなど、どれも美味しそうなものばかりです。個人的に驚いたのはソフトクリームなんですけど、普通のバニラってねビュッフェでも見かけると思うんですが、バニラ以外にも抹茶とかゆずとかね、小豆とか5種類ほどあって、お子さんと一緒に来ても楽しめるようなラインナップが結構魅力的だなと思いました。ここの場所はですね、ドレスコートがスマートカジュアルなので、行かれる際はジーパンなどで行くのはできないので注意してください。今回紹介させていただいた3店舗ですが、どれもね魅力的で、どれも違った魅力があるかなと思いますので、皆さんのお好みでぜひね先生派してみてもらいたいなと思っております。皆さん最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながら、リモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり、使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら、思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければ、モクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通してお客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには、会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニーはお客様と一生関わっていくサードプレイスを目指しています。現在会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方はユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですので、ご登録お待ちしております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4.オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。